皆さんこんにちは。私は秋バレエスタジオ溝の口校で女性のための美容バレエ講座を担当しています、酒延ゆかりです。今日の動画のテーマなんですけれども、冬の健康管理ということで少しお話をさせていただこうかと思います。はい、それではなぜこのようなテーマにしたかと言いますと、結構タイムリーな話で、うちのスタジオの翔太郎先生がなんとぎっくり腰になってしまったとか、そういう声も聞いたので、皆さんの少し健康管理について、役立てたらいいなと思ってこのテーマにしました。で、1年の後半、10月、11月、12月っていうのは、特に皆さん、1年頑張ってこられて、疲れがこう出やすい時期になりますよね。例えばこう2週間前に風邪ひいたのに、またちょっと喉が痛いんだけどとか、最近歩いててよくつまずきやすくなりましたとか、朝起きたら腰痛がちょっと気になるようになったっていうのが、この秋から冬にかけて、1年の終わりにかけてそういうことが見られたら、それはもしかしたら次の年まで持ち越してしまう、体のサインで何か訴えているのかもしれないということで、皆さん意識して対策をしていってほしいなと思います。では、じゃあどんなことに気をつければいいのかなと言いますと、大きく3つポイントを挙げさせていただこうと思います。1つ目なんですけども、温める。これはもう皆さん知っているし分かっているよっていう話なんですけれども、もう冷やさないっていうのはもう当然の話で、冬だけに限らず、もう春夏秋冬、体を冷やすことっていうのは、やめた方がいいですよね。体温が下がることでやっぱり免疫も落ちて風邪をひきやすくなったりするっていうのにつながってしまいますので、体を冷やさない、冷やさないことは当然で、じゃあ温めるっていうことをしっかりしていこうということですね。それが大事です。健康、体の、風邪をひきやすくなったりっていうことでどうしたらいいかというと、例えば首元温めるとか、手首、足首、首っていうのをしっかり温めていく。あとはただね、厚着すればいいってもんでもないので、その時の自分の体の調子を見ながら、冷やさないようにしていくっていうことと、あと怪我、翔太郎先生のこともそうなんですけれども、冬は特にね、怪我が多くなります。で、これはね、前いつか動画に出したと思うんですけど、ウォーミングアップとストレッチの違いっていう動画をどこかで出したと思いますので、それを見ていただきたいんですけれども、冬場特に寒くなってきた時はストレッチを頑張る、ストレッチもちろん頑張ってほしいんですけども、体を動かす前にとにかくウォーミングアップを絶対に、大事にウォーミングアップをするっていうことを、忘れないようにしてください。体の血流を上げておくことで、体を動かす時、バレエもそうだし、例えばダイエットをしたくて走るようになった人とかももしかしたらいるかもしれませんけど、体を動かしたいと思った時に、まず準備運動として必ず血流を上げておく、体を少し、温めておく、息が上がるぐらいの運動でいいので、少しそういったことを取り入れておくと怪我防止につながります。これはストレッチと、ウォーミングアップっていう動画はどこかにあると思うので、ぜひ見てほしいんですけれども、ウォーミングアップをしっかり体を動かす前にやる、で終わった後にストレッチをするっていう、その流れをすごく大事にしていただけると、怪我の防止につながりますので、そこを絶対にね、省かないようにしてほしいなと思います。はい、それでは2つ目は、乾燥させないというのは当然のことなんですけど、温めると一緒で潤すっていうのを徹底してください。温めると潤すっていうのはとにかくセットで行った方がいいなと思います。でこれはもう冬は空気は乾燥して喉カラカラになる、で喉が痛くなるっていう流れはもう皆さん経験したことあると思うので、例えば寝るときね、暖房つけっぱなしとかもよくないので、加湿器をしたりとか、洗濯物を部屋に干して少しでもこう加湿をするような意識とか、あと特に落とし穴になっているのが、暖かく、暖房器具とかもあるので暖かくするのは皆さんやると思うんですけど、厚着しすぎて暖かくすると体が脱水状態になるっていうのは結構落とし穴で、そうすると自分が気づかないうちに脱水症状みたいなことが起こって気持ち悪くなったりする人ってたまにいるんですよ、冬場。なのでこまめに、喉乾いてなくても空気も乾燥してるし部屋も暖かい状態で長くいる時っていうのは、
こまめに水分を取るっていうことをしてください。それは喉を潤すためではなだけではなく、脱水症状を防いだりとか、筋肉を潤すために水分を与えたりっていうことで、体にいいことなので、それは絶対に忘れないようにしましょう。で、最後、自分を癒すっていうことをしましょう。これは体のね、外側の怪我だったりとか、内側の部分の、病気だったりっていう部分以外で、やっぱり精神衛生的なものもすごく大事になってくると思うので、すごく1年ね、疲れが出る時ではあるので、何か自分の、そうですね、癒す時間っていうのを1日5分でもいいので、好きなことを必ずする、自分の時間を取るっていうのをちょっと持つようにしてみると、こう1日の最後にその嫌なこととかを消化して次の日に進めるっていうのもあるので、その少し自分を大切にする時間も作ってみるといいかなと思います。はい、では冬の健康管理、皆さんどうでしょうか。しっかり健康管理をして、来年いい年を迎えられるように頑張りましょう。それではまた。